さあ始まりました、マリモジャパン G でございます。4回目の収録でございます。今回はグランパの中野店さんで行わせていただきます。さあ果たして番号は何番だったかと言いますと、なんだこれ、あんまり良くも悪くもない感じですね。1600枚だから、まあ、今日3500枚ぐらい出せればいいということなんで、どうでしょうね、3500枚、凱旋ハーデスでもいいんですけどね、あんまそればっか打っててもな、シェイクとか取れたらいいんじゃないでしょうか。シェイク、あとなんだろう、最近の台っつったらバジリスク3、何ですかその顔は。今回もサポーターの皆さんが集まってくれてますんで、まずはちょっとね番号など聞いてみたいと思います。さあではサポーターの皆さん、こちらに集まってもらいました。皆さん何番ですか、番号、いい番号取れました。63から始まってあんま良くないですね、みんな。じゃあ常連の22番、一番いい番号引いてる彼は、あ、20番がいる。あ、何打ちます、ニューパレット固く行くね、固く行きますね。じゃああなたは一応シェイクとか。ああ、じゃあライバルだ。なるほど、あのじゃあと、あとでください。いや、ダメダメ、問題になるから。じゃあ、皆さん今日は9名もの方が、来てくださってるんで、もうこれだけでサッカーチームを作れちゃいそうなぐらい来てくださってるんで、ぜひマイナスは大丈夫なんで、あの気にしないでいただいて、プラスで、プラスになる方はいっぱい出してください。はい、ではマリモジャパン第4回キックオフ。はい、お願いします。空いてっかな。あ、空いてそうだけど、あ、角は埋まってる、きついな。あ、取られた。どうすっかな。じゃあこれにしましょう。さあ、シェイク3が取れましたんで、まず行ってみます。これで、さあこれがまあどういう機会かと言いますと、疑似ボーナスを搭載した ART 機ですね、まあ、ART というか疑似ボーナスを連チャンさせるタイプの台で、まあ疑似ボーナスがまあ内容的には ART だということですね。通常時がですね、まあ、チャンス役引くとそのまま、直で当たることがあると、その他にチャンスゾーンの抽選も行われますよという、そんな台ですね。まあ、直で当たった場合は、シェイクでおなじみの高確率演出をまあ返して当たることがメインですね。あのタン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 タタタンっていう高確率って出るやつで、もう一個が VJ 広角っていうのがあって、そこ行くとチャンスゾーンです、まあ、いずれにしても当たればボーナス7揃いを契機にしたボーナスに入るということになります。 MB があるんですごくコイン持ちがいいですね。通常時の40ゲーム超えてきます。まあその関係でしょうけども、天井が結構深いです。1500ゲームハマりでボーナス確定で、大事なのがこういうのはね、普通の MB なんですけど、基本的に中にあの強 MB とか、ね、チェリー MB っていうのがあって、こういうのが出ると MB 中にチャンス役、右下がりベル外れだったかな、のチャンス出るっていうのがチャンス役なんですけど、まあ、それが出やすくなると。でそのチャンスベルをまあいかに引けるかっていうのが、ね、通常時結構大事になってくるんで、だから強 MB とかチェリー MB はなるべく多く引きたいところですね。あとはまあ普通にチェリー、
内部的にはチェリーってあれリプレイなんですけど、まあ、チェリーとかね、あとはスイカとかも内部状態を移行させるケーキだったりとか、まあ、あとは直でそれで当たることもあったかな。で6の機械割りが 115% もあるんで、コイン持ちが高いことも相まって多分安定するんじゃないかな。比較的掴めば今日なんとかしたいと言ってたら、さっきのあの右上がりベル外れ出目で、これがまあシェイク広角広角率ゾーンに、ね、行きました。でこれが直当たりした時の、前兆ステージですね。じゃあここで、まあ、チャンス役を引けばまたそこで新たにチャンスではありますが、何かの役を引いたら当たるとかそういうのではないです。で決まってることを告知するための前兆ステージ。でこの爆弾だと、まあ、ダイナマイトを使えばいいのかな、だとチャンスですね。で爆発するとモードアップ、中まで行けば当たりです。中広角というのはもう鉄板ですからね、初代シェイクから。ここで爆発すれば下もちもち熱いラストゲーム。さあ来い、よっしゃ当たった、早い一発です。98ゲームでチャンス出るからのボーナス確定でございますよ。いいね、早い、全然使ってないんじゃないかな、2、3000円だと思う。めちゃめちゃ時間かかってる6周ゲームで、あ、来た来た来た。でこれまあ7狙うんですけど、ダブルで揃うかシングルで揃うかが大事。今回はシングルだったんで、あのボーナスってねレベルがあるんですよ、内部的に。このシェイクボーナスっていうのも内部的にね、レベル1から4まで。でシングルだと、1か2ですね、基本的に1か2です。 でその内部レベルが、何に関係してくるかっていうのが一番よく分かるのがこのボーイなんで、まずはボーイで消化してみます。ボーナスは、40ゲーム1セットですね。で消化中が画面の中央の上にあるボルテージっていうのを貯めていきます。でこのボルテージが、規定ポイントまで達すると、おチャンスベル出た、規定ポイントまで達すると1ゲーム連のストックがされますね。でその1ゲーム連をバリバリストックして、貯めていって連チャンさせて勝つっていうのが出すっていうのがこのシェイクっていう台の、まあ、勝ち方というかね、出し方です。で今このチャンスベル引いて今この画面になりましたが、ピークタイムっていう、ね、やつをボーナスは抽選してて、そのピークタイムに行くと、ボルテージをいっぱい獲得するチャンスで、ピークタイム後は、ボーナスのゲーム数が巻き戻るんで40ゲームまで、まあ、ST みたいなもんですね、パチンコでいうところの。はい、ここで、行きましたんでピークタイムです。でピークタイムのこの文字ね、ボーイの場合はこのピークタイム文字が緑とか赤だとボルテージがいっぱい溜まるチャンス、溜められるチャンス。多分文字色によって、ボルテージの加減というか最低保証ポイントが多分、ね、変わってくるんだと思います。緑だと多分、ね、これ10ですね、最低が。で上も取りやすくなるという形だと思われます。でチャンス役引けばもちろんたくさん取れる可能性がアップします。さあこれチャンスレベルなんで30で、ピークタイムが確か続くこともあったはず。さあ戻ったんで、カウントリセットです。また40ゲームです。ボーナス、でレベルがですね、まあ、4つあると言ったじゃないですか、シェイクボーナスのレベルが。でシングルラインだとレベル1か2なんですけど、レベル1の場合は、お、いきなりいった。レベル1の場合はピークタイムに入る可能性が基本 50% なんですよ、トータルでね 50%。 ただ
ピークタイムに2回入れるとレベル3、4と同じ扱いになるんで、今度は 86% 以上だったかなになるんですね、ピークタイムの。だから2回なんとか 50% をクリアすれば、その後ピークタイムとボーナスのそのループで、で出玉も増えるしボルテージもたくさん貯められるっていう、ね、そういう形です。ああ残念、復活的なことはないんだね。1ゲーム連をストックした場合は、その後何だったっけな、エクストラトラックだったかなと、あとはエクストラボーナスとスペシャルトラックだったかな、どっちかに行くはずです。でそこ行って残りゲーム数超過してボーナス終わりと。なので、まあ、永遠にボーナスが続くわけではないってことですね。そしたら一番いい継続率とか言ったら終わんなくなるから、ね、あ、行った、うまい、これはうまい。さあ、まあ、ただシングルドロイでもレベル3とか4に振り分けられてることもあるらしいですよ、ライブ的に。基本1、2なんだけど、まあまあ、でもこれで、内部的に、86% か 92% だったかな。で、ピークタイムがとボーナスがループする状態にはなりましたね。ここからは、ピークタイムに入る可能性が非常に高いです。しました。さあこれで1ゲーム連獲得しましたので、まあ、もう1回ボーナス入るんですが、これで1ゲーム連獲得した後は、まあ、これは、あ、そうですね、スペシャルトラック、スペシャルトラックとエクストラライブだったかボーナスだっていうのがあって、この最中は、まあ、1ゲーム連抽選もするんですよ、7ゾロで1ゲーム連で、その他に VJ 降格の抽選もします。両方ともそういう仕様なんですが、スペシャルトラックよりそのエクストラの方が強い、より上位版ですね。でさっきの、シェイクボーナスのピークタイムを当てるパートは前半ボーナスの前半ボーナスって言ったかな、これが後半ボーナス、くくりで言うと。これ揃えば1ゲーム連ストックですが、よっしゃ、うまい、これで2個だね。さあワンボーナスで350枚取れました、結構でかいよね。これが1ゲーム連でこうバリバリループしていくと。あ、これ多分ダブルだ、喋ったから。さあこれで、もうすでに最初からピークタイムが、当選しやすい状態に、レベル3の3、4の状態になってるんで、これはね、またすぐにまたピークタイムとボーナスが、ループして1ゲーム連ストックできる大チャンスです。ボーナスが3つ種類あって、さっきのボーイが一番分かりやすいタイプですね。ボルテージが今どれぐらい溜まってるかで、ピークタイムに入れば完全告知ですね、ピークタイム。ただ FK は何にも告知されないです、基本的に。だからただボルテージが規定ポイントに達して1ゲーム連の権利をとした場合は告知が入りますけど、それ以外は、演出がね基本的にないので、あんまり
これ夜間の大きさとか、まあ、落ちてくる頻度とかなのかな。でもしかしたら今内部的にピークタイムかもねっていうのが、まあ、自分なりに判断するみたいな、そんな感じです。で子供が4人いる間はいきなりボーナスが終わることはないんです。子供がね2人になると終わる可能性ある。さっきのチャンスベルでもしかしたらピークタイム入ったかもしれないですね、ライブ的に。あ、来た。衝撃告知。早いよね、58ゲームしか消化してないからあんまね、出玉取れてないです、このボーナス。またスペシャルトラックの方だ。さあ、3発目のボーナスでございますよ。おー、来た。これね、めちゃめちゃいい方です。これは本当理想的な流れです。ここまでいいことは初めてかな。じゃあナディアでいきますか。ナディアも、ピークタイムに入ったとか、ゲーム数が巻き戻ったとか、ボルテージが何歩溜まってるかっていうのははっきり分かんないです。彼女の場合ずっとこうライブやってて曲が変わるんですよ。ディスクチェンジみたいな演出が出て、それで曲が変わるとライブ的にピークタイムに、まあ、そのゲームで入ったのかどうなのかちょっと分かんないですけど、まあ、当たってピークタイム当たって巻き戻ってるよっていう合図なんで、まあ、そこから40ゲームくらいまたボーナスがね消化できるということになります。さあこれで違う曲に変われば、今フィールザビートっていう曲ですけれども、まあ、この一番左が今かかってる曲なんで、これ以外のに変われば、内部的にピークタイム当たってるか1ゲーム連をすでにゲットしてるかっていう話です。で今できなかったんで、あの演出の前までにはピークタイム当たってなかったと。やばい。うわ、多分入んなかった。一回も多分入ってなかったっすね、ピークタイムに。しょぼい。でございます。さあどうしよう、ボイで行こうかな。よし、赤い、これはチャンス。よっしゃ、1回目のピークタイムでございます。チェリー MB がチェリープラス強 MB の役割だったと思うんで、あれ、うわマジか、出ねえのか。
チャンスベルが出やすくなるんですよ、今日 MB だと。こんな感じで MB って2ゲーム消化できるんですけど、今日 MB だと2ゲーム連続でチャンスベルってことも珍しくないですね。あー、これは入ってほしい。よし、いった。さあ、これでダブルラインと同じ役割性能になりましたね。ちょっとすげー、俺うまいよこれ。今日絶好調です。マリモジャパン始まって以来の力を発揮しております。私ようやく今日フォワードがね、センターフォワードが決まりそう。大エースが、お、チャンスベル。行くこともあるの。あ、続く。あ、違う、グルーブしております。さあ、よかった、1ゲーム連ゲットでございます。あ、36、今シフト36くらいだったんで36、なんだっけ、あれボルテージかが次に持ち越されるんでしょうね。あれ、おー、きた。いや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 、楽しいね、すごい楽しい。一回ボーイでやった。あFK、 FK からでございます。まずいな。確か4人子供がいるときは残り10ゲーム以上ある状態なんですよ、確か。今残り10になるタイミングで消えてったから、2人になっちゃったから1回も当たってなかった可能性が高いですよ、ね、そういうことをいろいろ考えると。これ40ゲームできっちり終わる可能性が大いにありますね。これはあ、やばい、終わりそう。あー、終わった。いやー、2回連続か、2回連続ダブルラインすかしたね。残念です。あ、今のもしかして強 MB かもしれないですね。あ、来た。強 MB 腕角なのかな、この左上段。あー、じゃあ今日チャンスベルワンリール確定なんですかね、左上段バーって。またチャンスベルだ、めちゃめちゃ引いてるね。これもチェリー MB です。すごい引いてる、ね。引きすぎなぐらい引いてる。これ当たるだろ、何かしら。こんだけいったら、連続演出で勝つと、VJ 広角に行きますね。負けたんですけど、負けた時にここを押して
ここの色で、何回失敗したか分かるんですよ。各連続演出が3つあるんですけど、で連続演出の天井が5回なんですね。各点、連出ので5回確か負けると、その次の連続演出は、必ず勝って VJ 降格いくんですよ。だから連続演出終わった後ここ叩いて、あと何回、負けたら天井到達するかみたいのを一応チェックしといた方がいいとは思います。けどただ連続演出がいつ来るかって分かんないから、誰にも。なので、まあ、それにこだわりすぎるのもどうかなとは思うんですけど、叩いて赤とかだったらまあ粘ってもいいのかなとは思いますけどね。さあ、ピークタイム2回入ったんでレベル3か4扱いになりますね、これで。ナディアがでもダブルの時は揃うのかな。あ、滑ってきた。なるほど、こういうことか。 金色っぽいし、多分これが選ばれたら1ゲーム連確定してるってことじゃないかな。よっしゃ、多分これ大丈夫だと思う。1ゲーム連だと思う。